ポール・バリオのマグショット・ポール・バリオは、ルッケーゼ一家の幹部、身長6フィート、体重240ポンド以上の大男、通称、ポーリー、映画、グッドフェローズの登場人物、ポーリー・シセロのモデル、ニューヨーク出身、暴力金融、強盗、脱税、賄賂、飲み行為、侮辱罪などで逮捕された経験がある、ブラインズビル・イースト、ニューヨーク地区を牛耳っていた。 いくつかの合法的商売もしきっていた。彼の兄のレニー・バリオはラッキー・ルチアーノと一緒に逮捕されたことがあるという。彼はそのことを名誉と誇っていた。ルッケー前一家の中でも武闘派のグループで彼自身凶暴な性格であった。ポーリーは会議が嫌いで問題が起きても一対一で話す人間だった。警察には言えないことも解決し、ギャングの警察のような役割をしていた。 詐欺師から商売人までいろんな人間が彼を頼っていた。ポーリーはそうした人間を保護する代わりに上納金を受け取っていた。汚職警察を丸め込んでいたし、弁護士や実業家を通じて政治家ともつながっていた。刑務所全体を買収したことでも捕まっている。その時所長と監視合わせて10人以上が起訴されたという部下としてジミーバークなどの武闘派を抱えており、 彼らはバリオクルーと呼ばれていた。バリオは部下たちには麻薬を禁止していた。そのため構成員で麻薬取引をしている者はいなかったが、後に波紋を言い渡すことになる構成員のヘンリー・ヒルは一家の掟きを破り麻薬取引をしていた。バリオの一味は偽造クレジットカードを作っていたことが後の捜査で分かった。警察の盗聴を恐れて自宅には電話を置いていなかった。この方法は 過去にカルロ・ガンビーノもやっていた。1973年に脱税の容疑で懲役6年の判決を受けたが2年後に出所。しかし、バーク、ヒルラが起こしたルフトハンザ強奪事件の後、麻薬取引が露見したため破門したヒルが裁判で証言し、バリオは1984年4月3日に1万ドルの罰金と4年の刑を受けた。4年後の1988年、 テキサス州タラント軍の刑務所で死去、ニューヨークのセント・ジョーンズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。